こんにちは、ゆきおのガングレビューです。さあ、ザ・合体ダガーン、そしてガオーン、それぞれレビューを行ってきたわけですが、今回は最終章ということで、今回のレビューはですね、2体を合体させてグレートダガーン GX を完成させていきたいと思います。では前置きはもう一切抜きにして、早速ダガーン、ガオーン、合体しろー。てってってて、てってて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 てまずガオンの変形は、足の関節を前にワンクリック起こして太もも裏のカバーを開きます。そして足を分離してカバーを閉じる。反対側も同様に分離してカバーを閉じる。まあ、股関節はこのままでもいいんですけど、一応クリック元に戻しておきましょうか。そしたら背中のカバーを開きます。そしてグレートダガーン GX の頭部を取り出します。そしてカバーを閉じるんですが、この時にですね、カバーにレールがあるんですよ。ここにこのレールとグレートダガーン GX の首のこのジョイントですね、をスライドさせてドッキングさせます。おっと、閉じちゃった。こうですね。はい、このようにレールに首を通します。はい、そしたら今度は肩のジョイントを外します。そしてこちらも金属レールがありますので、下に下ろします。そしてここにロックがあるのでロックします。反対側も同様ですね、肩のロックを外して下にスライド、そしてさらにロック。はい、そしたら今度はボディをね、前後に分割します。こうですね、ガバッと。はい、そして背中の G バードの羽を畳みます。そしてライオンの頭部、ガオンの顔をね、収納します。上顎の中にフェイスを収納します。はい、でこの状態でね、アニメの変形パターンは終了です。ですが今回のね、ザー合体は腕を縮めるように指示がありますね。まあ、ゴッドブレイブスタジオのレビューでは縮めなくてもいいよみたいなことは言ってましたけどね、まあ好きなようにって感じですね。一応今回は説明書の通りに縮めておきましょう。はい、そしてライオンの顔ですね。本当はね、このままグレートダガン GX に合体させたいんですけど、ちょっと手間がかかるのでね、ここで変形させておきます。ライオンの顔を下にずらします。今ここですね、よっと下にずらすとですね、この位置になります。はい、でまあこういう状態にしておこうかな。これで合体準備完了ですね。足の変形はまずガオーンのつま先を収納、そしてふくらはぎのカバーを開いて太ももを収納します。この時ね、膝カバーの赤いパーツが自動で動きます。こうでカバーを閉じて、そして赤いパーツを下にずらす。これがつま先になりますね。そしたら黄色い部品を分離してサイドのカバーを開きます。はい、これで足の合体準備完了。反対側も同様ですね、ささっとやっていきます。カパッと開いて太もも収納、閉じてつま先変形、そして黄色いパーツを外してカバーを開く。はい、変形完了。てってて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 てダガーンの足からアースキャノンを取り外して、そしてゲタと合体します。合体ジョイントは先端のここの部分ですね、つま先のジョイントがあります。そして足の裏にあるジョイントとこちらのジョイントを合体させるようになります。まずはつま先からですね、そして足の裏ウルジョイントと合体。はい、そしたら黄色い部品をサイドに取り付けていきます。反対側も同様の工程を行います。つま先から足の裏合体、そして黄色いパーツ、
ダガーンとガオーンの合体ジョイントはまずはここですね。ここのジョイントは、背中のこちらの穴と合体するようになります。そして天面のこちらに四角い穴があるんですけど、これは背中のこの部分ですね、このジョイント、そしてこの前の丸い穴、これはダガーンの肩のこちらの穴と合体するようになっております。ではダガーンからね、変形させていきましょう。はい、首の後ろのカバーをね起こします。そして後ろにずらして、そして、背中の方に持っていきます。これダガーンのレビューの時に僕間違ってね、ダガーンの状態でこうしてましたね。ダガーンの状態の時は背中の、背中じゃないね、首の後ろはカバーしておくことになっております。はい、でこうなってるのはグレートの状態ですね。はい、間違いないようにしましょう。そしたら首を収納、ダガーンの首を収納します。ガオーン本体を上からかぶせます。そしたらダガーンの胸の変形、本当はね合体前に先に変形させておけばね楽なんですけど、ちょっとやっぱりアニメの合体パターンを再現したくてね、順番的にはこうなっております。はい、ダガーンの胸のエンブレムを左右に開きます。そしてこちらにも上に引っ張るパネルがあるのでずらします。はい、そしたらこの左右のパネルは V の字にします。こうですね。そして元に戻して、はい、この状態でガオーンの首を下ろします。ここにね合体ジョイントが奥にあります。ガシャン、合体、ドゥッ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 グレートダガーン GX ドゥーン。はい、それではグレートダガーン GX 完成しましたので、ぐるりと一周見ていきましょう。ぐるっと、はい、全体はこのようになっております。はい、今目の前にあるグレートダガン GX は変形重視仕様になっております。そしてこちらの見栄え重視仕様に変更していきましょう。はい、こちらの3つのパーツですね、こちらに交換していくとこうなります。では見栄え重視仕様のグレートダガン GX もぐるりと一周見ていきましょう。ぐるっと、全体はこんな感じになります。いや、さすが見栄え重視版、足回りがどっしりした分かなりかっこよさが増しましたね。そしてかっこよさだけではなくて、下半身周りのどっしり感というかね、その関節の保持力全然違いますね。こちらの方がめちゃくちゃしっかりしております。変形重視用のアースライナーを使った時はちょっと上半身の重さに耐えきれずにね、後ろにこけ気味になる感じはありましたね。見栄え重視の方はやっぱりねしっかりしていて、そういうことは感じないですね。うん、いや、しかしね、あのダガーン X とガオーンがちゃんと合体してグレートになるっていうのが、ほんと夢のような時代になったよな。どっから見ても素晴らしいですね。はい、顔周りのアップはこんな感じになっております。そして必殺 GX バスター。てっ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 て G バードを変形させます。首を取り出して、てっ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 てテッ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 。 G キャノンと G バルカンを連結させて、そして G バルカンの上に G バードを接続することで、はい、これで GX バスター完成になります。全体はこんな感じですね。いや、程よい長さでいいですね。はい、そして前後入れ替えてバルカンを前に持ってくることで GX バスターバルカンにすることができます。全体はこんな感じになっております。てでってて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 て
てっ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 てうぅ、てけてんてっ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 て大きさはエントリーグレード144分の1、ガンダムやペットボトルと比べるとこんな感じです。当時品のデラックスグレートダガン GX と比べるとこんな感じです。あとはおまけとしてトランスプレイで全武装してみました。まずは GX バスターとダガンブレード両手持ちですね。そしてアースカノンはウイングに取り付けております。さらに背中側に回ってガオンの腕にそのまま斧を持たせております。さらに、尻尾の部分はね真ん中に取り付けております。まあ、これで一応全武装かな。はいはい、というわけで今回の動画はザ合体ダガン X とガオン伝説合体させてグレートダガン GX のレビューでしたが、いかがだったでしょうか。いやー感無量ですね。今まで日が当たらなかった勇者の復刻トイでね、ここまでの商品を出してくれてね、いやー本当にありがとうございます。それでは率直に気になったところもちょっと上げていきましょうかね。ダガン本体だけの時はねそんなに気にならなかったんですけど、やっぱりグレートになるとね上半身がね、デラックス2体分の重さになるので、やっぱりね腰回り膝回りそして足首周りがねまだまだちょっと強度的に不足してるかなって感じはします。まあアースライナーに関してはねすでに不具合対応ということで交換のね募集自体は始まっておりますけどね、交換後のアースライナーはね不具合の対応とプラスねもう少しねクリックとか各部関節がねもうちょっと強めにやってくれたらかなり嬉しいかな。まあ一ユーザーの率直な願いとしてはね、改善ついでにその辺もね調整していただければかなり嬉しく思います。それ以外に関してはもう文句なしですね。めちゃくちゃおすすめできる商品になっております。気になっている方はね購入してみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画はそんなところですね。これ以外にもおもちゃプラモフィギュアいろいろ動画上げておりますので、よかったらそちらの方も合わせてご覧ください。では次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきよでした。